モスタガネムトラムはアルジェリアの都市モスタガネムの路面電車。2021年に開通予定である。市中海沿いに位置する港湾都市モスタガネムの都市機能の強化、公共交通の利便性向上を目的に計画が行われた路面電車。2013年の建設開始当初はアルジェリア、フランス、スペインの企業によるコンソーシアムによる作業が 行われたが、2016年にコンソーシアムを構成していたスペインの企業が撤退したことに加え、財政問題や洪水、地盤沈下等によるプロジェクトの遅れにより一時前、作業が中止される事態となった。その後、2018年にトルコの企業からの支援やアルジェリアの国営企業の参加を受けて建設が再開されたものの、新型コロナウイルス感染症等の影響より、 計画の遅延は続き、最初の試運転が実施されたのは2021年1月となった。営業運転の開始は同年中を予定している。系統は、市中海沿いのリセウクラフモハメットとカルーバ大学を結ぶ、全長約 12km の T1 号線と、アルジェリア鉄道のモスタガネム駅に近接した、電停から分岐し内陸部のシンバスターミナルまで結ぶ、全長、 約 2km の T2 号線が設定される。1時間あたりの利用客数は T1 号線は5000人、T2 号線は3300人を見込んでいる。車庫はカルーバ大学電停付近に大規模なものが建設されるほか、モス型ネム駅前電停付近にも T2 号線で使用される車両向けの留置線が設置されることになっている。車両については、 他のアルジェリアの路面電車と同様に、アルストムが展開するシタディスが導入されることになっており、そのうちもスタガネムトラム向けとして、全長43.9メートル、7車体連接式のシタディス402が25両、製造される。8パーミルの勾配や、下記の猛暑に備えるため、台車は全て手電動機が搭載された、動力台車となるほか、冷房装置も、 より強力なものが搭載される。ありがとうございます。